中日のルーキー浜選手の現在の状態についてお話していきます。高走手それぞれが2軍でどういった状態なのか詳しく見ていきます。ドラフト5位ルーキー浜選手のここまでの状態についてお話していきます。独立リーグで37個の盗塁を決めて抜群の身体能力を評価されて将来性も込みで獲得されたというのが浜選手ですね。ファーム開幕序盤はショートとして結構スタメン出場する機会っていうのも多かったですね。そしてバッティング面ではホームランであったりツーベースを結構放っていて直球を捉える力が片岡二軍監督からもとても評価されていました。細身の選手ではあるんですけれども捉えた時の打球っていうのは結構速くてホームランになったりツーベースになったりそんな打球がよく見られていました。荒削りではあるんですけれども将来性を感じさせるそんな選手ですね。ファームでも一時的には打率3割を超えていてその時は1軍のショートリューク選手がなかなか打てなかったということもあって浜選手を1軍に上げた方がいいといったファンの方の声っていうのも結構多かったんですね。そんな浜選手の現在の状態について見ていきたいと思います。浜選手の現在の状態ですけれども石垣選手も復帰したということもあってサードでの出場が多かったりあとはスタメンを外れる機会なんかも結構出てきているかなという状態になっています。そして2軍での成績1割7分8厘2塁打7本ホームランが1本、出塁率2割4分2厘 OPS が 0.505 というのが2軍でのトータルの数字になっています。ファーム開幕後の調子っていうのは少しずつ落ち着いてきていて現状としてはプロの壁にぶつかっている状態かなというような印象ですね。打率も2割を切っていてかなりバッティング面苦しんでいる印象ですね。独立リーグでも最終年が打率3割1分5厘、そしてそこまでの3年間トータルで見ると2割7分の平均打率ということになっています。なのでバッティングファーム開幕後ちょっとできすぎていたかなという感じで、まあ、これぐらいちょっと苦戦するっていうのは正直織り込み済みの獲得なのかもしれません。まだまだ一軍昇格のためにはバッティングの確実性の部分特に向上が必要かなというところですね。では浜選手の守備走塁の状態も見ていきます。浜選手はショートに転向してからまだ2年目ということですね。やっぱり守備の荒さっていうのは目立つところはありますよね。プロならばこれくらいはさばいてほしいなっていう打球をミスしてしまうケースっていうのもちらほら見られています。なのでエラーの数というところもここまで7個ということですね。比較的多い数かなというふうな印象ですね。ただ肩の強さっていうのはやっぱり魅力的で例えばショートから取ってファーストに投げる送球なんかはかなり目立つぐらい強いボールが投げられているというところもあります。あと走塁面ですけれども武器の盗塁っていうのがここまで一つしか決めることができていないということでこのあたりはベンチのサインとかも関係してくるとは思うので何とも言えないですけれども盗塁の良さっていうのはここまで発揮できていないという状態ですね。やっぱり盗塁のスキルの向上であったり守備の確実性を上げることそして打率を上げること課題はまあたくさんあるんですけれどもそれでもやっぱり身体能力ものすごく高い選手ですから将来が楽しみというような状態になっております。以上です。